トーマスルフはドイツの写真家。ドイツのデュッセルドルフ在住。トーマスルフは6人兄弟のうちの一人として、1958年にドイツのバーデンビュルテンベルク州ツェルアムハルマースバッハで生まれる。1974年の夏、ルフは初めてのカメラを手に入れ、写真基礎学校の夜間コースで学んだ後、アマチュア写真雑誌に掲載された多くの写真と、 同じような写真を撮影し、彼なりの写真による実験を開始する。1977年から1985年の間、デュッセルドルフ美術アカデミーの写真学科にて、同じモチーフをグリッド状に配置するタイポロジーという表現手法を編み出したベルントヒラベヒハーの下で写真を学ぶ。そこで、ウォーカー・エバンス、ウジェーノ・アッチェ、カール・ブロスフェルト、ステファン・ショア、 ウィリアム・エグルストンらの写真を知り、多大な影響を受ける。また、ベンジャミン・ブクロウの講義に触発される中で、独自のコンセプチュアルな写真スタイルを築いていった。ベッヒャー夫妻の下では、アンドレア・スグルスキーやカンディダ・ヘイファー、トーマス・ストゥルースらと共に写真を学んでおり、彼らは後に、ベッヒャー・シューラーと呼ばれ、ドイツの現代写真芸術において、重要な一翼を担うこととなる。 また2000年から2006年までの間、ベッヒャー夫妻に代わって、デュセルドルフ美術アカデミー写真学科の教授を務めた。1990年代末には、写真のデジタル化がもたらす、写真概念の変化と人々のビジュアルイメージの需要と、消費に、いち早く着目し、インターネット上のポルノ画像をぼかして制作した、ニューズや、日本の漫画やアニメから色彩を抽出して、 デジタル加工を施したサブストレートといったシリーズを展開。2000年代には低解像度に圧縮された JPEG データを約2メートルのスケールに拡大した JPEG シリーズを発表した。自らカメラのシャッターを押したのは2003年が最後で、あるといい、第三者の撮影した写真を再構築することで、視覚や規制のイメージに対する考察と写真表現の拡張を試みている。 ルフは1981年にミュンヘンにあるギャラリールーディガー・シュットルにて初展覧会を行う。その後1992年のドクメンタ級、1995年、2005年のベネチア・ビエンナーレ、1996年のシュドニー・ビエンナーレ、2002年のサンパウロ・ビエンナーレ等で作品を発表し、注目を集める。ありがとうございます。